こんにちは。お待ちしてました。どうぞ。こんなところで仕事してこんにちます。は。今日はね、本当にね、ちょうど映画のポスターが来たところなんですよ。いいタイミングでございました。これが米さんが日本でデビューした時のシーンということで、トロバトーレのオペラの舞台ですけれども、これは国際マーケット用に作ったポスターなので、また韓国とか日本とかで上演するときにはまた違うものを作るんですけれども、国際映画祭だとかいろんなところでこの映画のプロモーションするために作ったポスターなんですよね。これは映画の中で使ったいろんな小道具とかなんですよね。で、普通はもう映画終わってしまったらもう焼却処分、置いとくところがないんですけど、今回この映画にはたくさんの方がね、いろんな意味でお金のこともそうですけどバックアップしてくださって成り立った映画ですので、捨ててしまうよりもちょっとでも思い出になるようにということでですね、ここにこんなものだとかですね 舞台、オペラの舞台で使ったものなんですけど、それから王冠ですよね。ユージテさんがかぶったものになるんですかね。これは中国舞台にしたトゥーランドットのオペラの中で合唱の人たちがこうやってかぶってたやつなんですけど、これ一つ一つ全部このために作ったんですよね。もったいないでしょ、捨てちゃうの。そういうものをここに持ってきまして、映画にご協力いただいた人たちに思い出として一つ一つプレゼントさせていただこうということで、韓国から送ってもらったんです。オペラ歌手ペイ・ジェジュルさんの奇跡の復活、その中にあった音楽プロデューサー和島さんとの日韓の友情が描かれた映画が制作された。ペイ・ジェジュルさん役に韓国の人気俳優ユージデさん、和島さん役に二枚目俳優伊勢谷友介さん、日韓のキャストスタッフにより制作された日韓合作映画ザ・テノール。近くて遠い国と言われる韓国と日本、政治的には関係が悪化しているように見えるが、文化的交流は今までになかったほど友好的だ。また一つ日韓を結ぶ神様の大きな愛の橋が架けられた。ある言葉を思い巡らせていた。君に伝えたい大切な言葉を、希望が明日を作る、希望が1905年、下関と韓国の釜山を結ぶ連絡船が就航し、中国大陸の玄関口として発展した下関。1976年には釜山と姉妹都市の盟約が結ばれ、日韓の交流が進んだ。 JR 下関駅近くにはグリーンモール商店街と呼ばれるコリアンタウンがある。下関は100年以上も前から韓国と関係の深い都市だ。ここは下関市民会館。忙しそうな和島さんの姿が。今日はこっちのリハーサルと映画の撮影とダブルヘッダーなので、バタバタしてます、ね。明日のコンサートのためのリハーサル中。一番楽しい時かもしれない、一緒に音楽作る時だから。Oh.
Sì, Giorgio Sensei, devi mettere lo spartito di fronte a te. Ma seconda volta dato devo vedermi comunque. Hana ga hana no, hana wa. Sotto.難しいね、これね。体ちゃん。え、わかな、ぼかな、どかな。ね。日本人でもだ。日本人でも。そう、日本人でも。あ、そっか。Hana。1963年、兵庫県芦屋市で生まれた和島藤太郎さん。幼い頃から茶道や能楽を習い、芸術に親しみ、10歳からのオペラフリークだったという。家庭のさまざまな問題から傷ついた彼の心の慰めとなったのは音楽だった。彼にとって音楽は家族であり親友だった。その頃の夢はスカラ座の裏方になること。そして32歳でボイスファクトリー株式会社を設立し、2003年に初めてペイ・ジョジョルさんと出会った。生きている間にこんなテノールが聞けるとは。その後ペイ・ジョジョルさんに起こった悲劇、奇跡の復活を目の当たりにしながらも、どこかクリスチャンアレルギーだったという和島さんが映画の制作にあたり、自殺まで考えるほどの大きな困難にあった。しかしそれが本当の神様と出会うきっかけとなった。そして今年3月31日洗礼を受けた。ベイさんは多分その丸い車輪だったんだと思うんですけど、私はそれこそね、その神様に出会うまで自分なりにこうがいい、ああがいいって思ってましたし、で自分なりにこう思ってることを、まあ、手を合わせてる神、私なりの神様にそうしてくださいっていうことを言ってたわけですから、こっちはまるでも私は四角か三角の車輪だったはずなんですよ。まあ、そんなスムーズにいくはずがなくて、で本当にお前はそれをするのかっていうことを、ああいう形でベイさんが自分の命を取られたようなぐらいの経験を私もさせていただいたというか、ベイさんがその声を失った時にね、自分にはその神様がクリスチャンで、その神を信じていたから、主を信じていたから心がすごく平安だったっていう話をしてたんですけど、それ聞きながらね、嘘こけとかどっか強がり言ってみたいな思ってたんですよ。すごいなとかって思いつつ、そんなと思ってたんですけど、今それすごく実感します。私は伊勢谷さんに演じてもらってよかったなと思って、実物よりも100倍1000倍かっこいいので。映画の撮影現場。하나님이모든것을관장하고계신다고생각합니다。어려움도많았었고중간에영화를만들수있을까라는고민도많이했었고그런데저희촬영의하루하루가그리고배우한명스태프한명한명모두다기적적으로맞는사람들이라는생각을매일매일하고있거든요그래서이거는그냥정말사람의힘으로이루어질수는없을것같고요다저희영화를하나님의군대가보호해주고있다고생각합니다저는今日の忙しいスケジュールを終え、ホテルへと向かう。翌日。何時からの？7時の演奏会なんですけれど、リハーサルが4時過ぎから一応予定してますので。本番前のリハーサル。
でこれ終わってダンダンダンっていくんじゃなくて優しかったよんダンダンダンっていう感じ、それを受け止めてヨーの音を受け止めてヨーンドンドンドン、パーディバルネネリアンコールパンネネリコールパーディラダディタダラチャンチャンチャ、私たちは想像できない人生のいろんな、ね、苦しみや悲しみや苦労を背負って今日この場にいらっしゃってるわけだから、その人たちにベイさんの使命、神様のメッセージが伝わるということを本当心から願ってます。音楽が心の慰みだった10歳の頃の自分、ここに座る一人の人がそのように生きる希望を持つようにと祈る。はい、いらっしゃい。本番前の楽屋では、はい、いらっしゃいませ。かっこいい。いらっしゃい。いらっしゃいませ。すごいかっこいい。知らなかった、ね、あまりなんとなく、うん、おー、かっこいい、かっこいい。ありがとう。はい。すべてのことを主に明け渡す本番前の祈り。人々も集まってきた。じゃあ、頑張ってください。神様、ありがとうございます。本当にありがとうございます。マンカのチンコエミノーティ。2013年4月17日、下関のこの海のホールでベイさんと共にこの音楽を通して過ごすこのひとときが、皆さんの人生にとって忘れがたい大切なひとときになることを心から祈りながら演奏会を始めさせていただきたいと思います。ボイスファクトリーで勤めている在日三世の野沢さん。その祖母たちが来て、そのたったの50年の間に、韓国人の人がここの土地で日本語の歌を歌って、日本の人も、極東の人も、韓国人の人もいっぱいいたんですけど、一緒に感動して涙を流して、わーってやってる姿に本当に私も感動して、でこんな時がもう来たんだなと思って、私はその時にここに使いたいって思って、働きたいなって本当に思ったんですけど。
忙しく生活している毎日なんですけども、なんか自分のちょっと柔らかいところとか弱いところに触れたような感じがしました、はい、もう完全に声をなくしたペイさんがこれまで歌えるっていうのはどう考えても奇跡だなと思ってすごく感動しましたね。神様じゃないのかな、やっぱり間違いなく神様だと思いますね。神様の愛が伝わるっていうこと、その、まあ、大きな意味で言えば神様と出会っていただいて、私が救われたように、ペイさんが救われたように、この世の中に必ず希望があるっていうこと、必ずあるっていうこと、それを私たちの仕事を通して人々に伝える、大きな意味で言えば福音っていうことだと思いますけども、はい、ですからそのことのためにもう本当に私たちの仕事のフォーカスがあったっていうことだと思います。国を越えて描かれる神様の壮大な救いのシナリオは続く。生き続けて생각에는 일본이란 나라를 하나님 굉장히 사랑하시기 때문에 지금 계속 부르고 계신 거예요. 여러 방면으로 한국에 있는 크리스찬들이 일본에 와서 집회를 열고 또 그를 통해서 또 하나님을 만나게 되고 이런 것들, 불과 몇 년 전만 해도 그런 거에 대한 생각을 별로 안 했단 말이에요. 분명히 앞으로는 제 생각에는 미래에는 더 좋은 관계로 갈 거라고 믿습니다. 本当に超えられるのは愛だけだと思うんですよね、神様の、うん、でそれがなるようにということを深く深く望んでいます、はい。